無許可で複製されたイラスト入りの抱き枕カバーをフリマサイトで販売したとして茨城県の会社員の男が逮捕されました著作権法違反の疑いで逮捕されたのは茨城県那珂市の会社員石川真也容疑者です警察によりますと石川容疑者は去年9月中旬から12月初旬にかけてバーチャルユーチューバー 犬神コロネなどのイラストが無許可で複製された抱き枕カバー4点をフリマサイトで3人に販売した疑いが持たれています警察の調べに対し石川容疑者は売ったことは間違いないが偽物との認識はないと容疑を否認しているということです宮城県警がインターネットのサイバーパトロールで発見したということで警察は家宅捜索で 抱き枕カバーおよそ200点を押収していて余罪などについても捜査を進めています。